はい、毎度おなじみ天の声です。今回は大阪府福島区にあります極濃豚骨ラーメン小僧さんで超濃厚豚骨ラーメン6キロのチャレンジに挑んだ時のやつ。制限時間は60分、成功時は料金が無料プラス1万円の賞金が手に入りますが、失敗時は8900円のお支払いとなります。今回のラーメンね、いつもと一味違いまして、店名にもある通りスープめちゃくちゃ濃厚でね、もうレンゲ立つレベルでドロドロなんですよ。卵とかね、よく見てもらったらスープの表面に浮いて沈みきってないのが確認できるかと思います。今回のラーメンはね、飲み物じゃなくて食べ物かもしれませんね。さあ、無事にクリアすることができたのか、早速本編の方へと参りましょう。どうぞ。5、4、3、2、1、ゼロスタート。いただきます。さあ、始まりました。超濃厚豚骨ラーメン6キロチャレンジ。制限時間は60分で、成功した場合はね、料金無料に加え、賞金1万円をもらうことができます。さあ、今回無事、ゆきち様を迎え入れることができるのか。ちなみにね、このお店、極濃豚骨ラーメン小僧さんは、その店名の通り、極めて濃厚な豚骨をコンセプトとしておりまして、今回ね、挑戦しているラーメンにも、それがね、色濃く反映されてます。濃厚ラーメンなだけに。これね、卵とか見てもらったら分かると思うんですけど、スープが濃厚すぎてね、もう卵がスープの上に浮いてるんですよ。今はね、だいぶ沈んできてるんですけど、運ばれてきた時とかはね、麺もがっつり浮いててかなりビビりました。それほどまでにね、超濃厚なチャレンジラーメンは、このお店一番のスタンダードなラーメン、小僧ラーメンを魔改造したものになります。標準スペックの時点でね、ここまでドロドロなんやばすぎでしょう。こちらね、通常のラーメン店で使用される約3倍の量の国産豚骨を、特殊な圧力鍋を使って136度という超高温で一気に炊き上げて作っているそうです。ちなみにね、豚骨の旨味をダイレクトで味わってほしいという理由から、野菜とかね、片栗粉とかはもう一切使わずで、水と骨のみで煮出しているそうです。背脂も使用してないんでね、ドロドロしているのにくどくなくて胃もたれしない、純粋なデロ豚骨を楽しむことができます。またね、ラーメンに使用している醤油は、島根県の松島屋という醤油蔵と共同開発し、濃厚な豚骨スープを最も合うように調整した自家製のものを使用しているらしく、こだわりの豚骨と醤油が合わさった結果、唯一無二のラーメンへと仕上がっております。実際ね、このラーメン本当にね、今まで味わったことがない感覚とうまさでして、濃厚なドロドロスープはもはやね、飲んでいるというより食べているといった感覚に近かったですね。で、麺との相性はもちろんなんですけど、いや、これ本当ね、もうご飯と一緒に食べたいですね。あんかけご飯とかカレーみたいな感覚で食べることができてね、多分ってかね、絶対うまいと思うんですよね。ちなみにここまで触れてなかったんですけど、愉快な具材たちである卵やチャーシューはバケモンうまいです。てかね、地味にトッピングなしのデフォ状態で両方ついてくるの嬉しいですね。まずはね、半熟卵の方なんですけど、こちらは頑固という超がつくほど有名なブランドの卵が使用されておりまして、濃いオレンジ色をした卵黄と非常に濃厚な味わいが特徴の卵となっております。いや、もうね、もう半熟にした時の見た目だけでご飯3倍ぐらいいけそうですよね。ちなみにね、このオレンジ色は人工ではなく完全なる天然で、良質な植物性飼料を与えることで実現しているそうです。そしてね、豚ちゃんの方はもう塩もみをして1日を寝かせ、84度の低温調理でじっくり煮込んだ後、さらに黒胡椒をかけて1日寝かすという、驚異のね、3日仕込みの特製チャーシューとなっております。手間暇やばいですね。その分ね、炙られた外側はカリカリ、そして中はしっとりとろける絶妙な仕上がりとなっておりまして、もうドロドロスープにディップして食べるとマジで昇天しそうになります。またね、最後になったんですけど、麺もね、喉越しのある中太のちぢれ麺で、もう濃厚スープによく絡む個人的に一番好きな部類のやつでしたね。もうこちらね、小僧ラーメン、お値段はね、890円となっており、スープにかなりの材料コストをかけている点や、ブランド卵や3日仕込みのチャーシューが乗っている点を考えると、結構
構ね良心的な価格なんじゃないかなって思います。まあ、特にね小麦とか豚とかねもうラーメンの材料費軒並み意味不明なぐらい高騰している昨今を鑑みるとなおさらですね。何よりねこの超濃厚な豚骨デロスープはここでしか味わえないと思うんで、それだけでも一価値は十二分にあると思います。まあ、ラーメンに限らずなんですけど、まあ、やっぱね外で食べるからには家では絶対に再現できないようなやつ食べたいですからね。で今紹介したのが最初に申し上げたように小僧ラーメンで、まあ、これでもね十分に濃厚なんですけど、なんとこのお店にはこれをも超える濃厚さを誇るラーメンが存在するんですよね。その名も禁断ラーメン、お値段は990円。先ほどね小僧ラーメンでは使用していなかった背脂を解禁し、もう限界を超えた濃度を再現したラーメンとなっております。まあ、そんなねもういろんな意味で禁忌を犯したこのラーメンなんですけど、まあ、背脂の甘みも加わったことでまろやかになり、よりねこってり派向けの味に仕上がっているそうです。ただね芋タレが必死だそうですね。まあ、やはり透過合間の原理や制約と制約の例からもわかるように、まあ、禁断の力を手にするためにはね、もうそれなりの代償が必要になってくるということですね。まあ、ちなみにねこの禁断ラーメンはなんとねあまりのドロドロさゆえレンゲが綺麗に調達するほどの次元に到達しております。まあね、さっきのね小僧ラーメンでも、まあ、実はねレンゲ立つらしいんですけど、まあ、安定感が違うそうですね。あとね小僧ラーメンベースの、まあ、今回のデカ盛りだと、まあ、普段は立つとおっしゃっていたレンゲも、まあ、スープの表面積がでかい影響でさすがに立たなかったんですけど、まあ、これがね、まあ、禁断ラーメンベースのデカ盛りだったらワンチャンねこのデカさでも立つかもしれないですね。まあ、仮にねやったとしたらもう背脂のパワーやばすぎてラーメンとは思えないレベルの完食難易度になりそうです。さあそうこう言っているうちにね15分ほど経過しましたね。まあ、今のところは割と順調な気がしてます。まあ、ちなみにねパッと見めちゃくちゃこれねスープ少なく見えるんですけど、まあ、実はね今回の内訳麺2キロスープ3リットルその他具材1キロと特段ねスープの量が少ないってわけじゃないんですよね。しかもねドロドロ系のスープなんで、まあ、麺がスープを吸うスピードも比較的遅め。まあ、じゃあなんでこんなにねスープ少なくなってんねんって話なんですけど、まあ、答えはシンプルで、まあ、そのドロドロさゆえ尋常じゃないぐらい麺に絡むからですね。スープの粘度が高すぎてもはやラーメンというよりもねカルボナーラ状態なんですよ。いやカルボナーラよりもドロドロやな。おそらく粘度で高いことで有名な金沢カレーよりもさらにドロドロしている粘度で、多分ね普通に食べてたらスープ残んないですね。まあ、さっきね追い飯ぶっこんだらうまそうって話しましたけど、まあ、実際食べるときはねちょっと意識しないと、まあ、スープ全部麺に持ってかれてご飯用のスープが残らない気がしました。さあここまでのメニュー紹介はねちょっとこってりしたやつだけ紹介したんですけど、このお店ねあっさりしたラーメンもございます。それがこちら鶏ガラ中華そば。いやこれもねうまそうな見た目してますよね。透明感のあるスープに浮いている背脂がたまらないです。あっさり系の中華そばといえばねもう鶏ガラが一般的なんですけど、まあ、このお店らしく豚骨を使用した新感覚のラーメンに仕上げられているそうです。あっさりながらしっかりと豚や背脂、醤油のコクが堪能できるスープとなっており、まあ、こってりが苦手な人はもちろんなんですけど、まあ、そうでない方にもぜひ食べてほしい自信作らしいですね。ちなみにお値段は小僧ラーメン同様890円となっております。さあそしてここまでねこってりとあっさりのラーメン紹介してきたんですけど、その他に汁なしのラーメンも用意されてます。それがこちら豚骨混ぜそば、お値段は950円です。豚骨の旨味を極限まで濃縮した自家製ダレを麺と具材に絡めて食べるスタイルで、パンチが効いた味が好きな方に非常におすすめの一品となっております。この混ぜそばはね麺系の中で唯一 Uber Eats で頼むことができるメニューでもあるんで、お店に直接出向くことができない方でも食べることが可能です。
まあ、もしね、配達圏内にお住まいの方は、ぜひ注文を検討してみてください。まあ、ちなみにね、僕も汁なし食べてみたかったんで、Uber Eats のサイトを見てみたんですけど、さすがに京都対象圏外でしたね。大阪から京都までウィーって、チャリこいで来られたのに、まあ、それはそれでビビるんですけど、まあでもね、さっき紹介した禁断ラーメンとかね、豚ガラ中華そばも食べてみたいですし、まあ、6月20日にね、お店リニューアルされたらしいんで、まあ、サイドメニューとかも変わってないかも含めて、またね、プライベートでお伺いしたいと思います。以上がラーメン小僧さんの主な麺系のメニューですね。まあ、ちなみにこのお店、過去に関西ラーメンダービー2015にて、数ある有名店を制3位に輝き、最強の次世代ラーメン決定戦にて、白足なしともに優勝して、一時期カップ麺化されてたりと、まあ、しっかりとね、結果の方も残されていて、まあ、それらからも各ラーメンの完成度の高さを伺い知ることができます。まあ、メニューに関してはね、他にも丼物とかあったりするんですけど、まあ、先ほど申し上げたようにね、ついこの間お店がリニューアルされたらしくって、まあ、麺系でね、今日紹介したやつっていうのは続投らしいんですけど、まあ、その他どうなるかわからないという理由で一旦紹介は控えさせていただきたいと思います。まず、あ、ね、前の食券機では1000円で1ヶ月間1日1食丼限定で食べ放題っていう、まあ、コスパエグすぎなバケモンサブスクあったんですけど、まあ、それがねどうなったのかも個人的に気になってます。いやね、月1000円安すぎんか。もう月野口様で済むんだったらね、丼物と言わず正直ね、白飯でも全然ウッキウキでやりますけどね。まあ、ちなみにね、リニューアル前の丼物は炙り肉マヨ丼とか明太子ご飯などがありました。最高すぎますね。またね、サイドメニューに関してもリピート訪問の際に確認していきたいと思います。さあ、言うてる間に残りもだいぶ少なくなってきましたね。案の定スープもほとんど残ってないです。まあ、大食い動画よくご覧になる方ならご存知かと思うんですけど、まあ、普通ね、ラーメンチャレンジって、まあ、スープ最後1リットルぐらい残って、まあ、それをね、あちあちの熱さと戦いつつ飲み干して完食みたいなのが一般的なんですよ。まあ、それがね、今回もう特にね、何もしてなくて普通に食べてるだけなのに勝手にスープがなくなってるっていうのが、もうこのね、スープの泥ドロサー加減を物語ってますよね。多分ね、ラーメンチャレンジでスープ飲まなかったの今までで初めてだと思います。さすがね、食べるスープと呼ばれるだけありますね。まあ、とりあえずこの調子でラスト諭吉様めがけて突っ走っていきたいと思います。まあ、ちなみにね、今回の動画見て、このチャレンジ挑戦したいなって思われた方は、まあ、食券機にはね、このチャレンジのやつないんで、まあ、ぜひね、スタッフさんの方に、一度問い合わせていただけますと幸いです。まあ、そういやね、今回の動画作りにあたって、まあ、こってりラーメンとあっさりラーメン出てきたんですけど、まあ、視聴者皆さんってね、まあ、実際ポケットモンスターこってり、あっさり、どっちの方が好きなんかちょっと気になったんで、まあ、例のごとくね、愛しの YouTube コミュニティでアンケートの方を取らせていただきました。まあ、今回もね、3万を超える投票ありがとうございます。で、まあ、早速ね、結果の方なんですけど、こちらになります。ジョン、まあ、こってり派が 68%、 そして、ね、あっさり派が 32% でしたね。まあ、僕個人としては、まあ、極端な差はつかへんけど、こってり派が優勢やろなって思ってたんで、まあ、珍しくね、おおむね予想通りでしたね。まあ、ちなみにね、コメント欄にも数多くの声が寄せられたんですけど、まあ、その中でもね、特にダントツで多かったのが、昔はこってり派だったけど今はあっさり派という意見。まあ、ちょうどね、働き盛りぐらいの年齢を境に、まあ、こってりテリー食べるのがしんどくなってあっさり派に寝返ったという方が多数確認されました。焼肉とかでもね、ちょうどカルビがしんどくなってくるぐらいのタイミングですよね。まあ、かくいうね、僕ももうかつてはね、こってりじゃないと食べた気がしないというね、非常に危険な思想を持ったこってり鍵派だったわけなんですけど、まあ、今はね、もう昔ほどこってり一択じゃなくなってきましたね。まあ、普通にね、あっさりの方が美味しそうだったり、まあ、こってりな食事が続いたりした時はあっさり系を注文することも増えました。もうあとね、2年ぐらいしたらね、あっさり派に願っているかもしれませんね。あっさり派予備軍です。まあ、コメントでもね、僕と同じで、まあ、今まさにね、こってりとあっさりの狭間に位置される方も見られて、まあ、この方はね、自分好みのあっさり系のお店を知らなくて困っているようでしたね。僕もね、来たるべきに備えて、こってり系の開拓は今回の動画のように今まで通り進めるとして、まあ、ちょっとね、今のうちにあっさりで美味しいお店の方も探す必要があるのかもしれません。
さあ言うてる前にね、固形の方食べ終わりましたね。まあ、今回ねスープも固形みたいなもんなんですけど、まあ、ラストはねそのデロデロスープをしっかりと編集の暴力で高速回収し、実は大切に取っておいたお肉を間に挟み、再び編集の暴力をかましたらごちそうさまです。はい、ってことで無事にチャレンジ成功できました。いやね、結構ギリギリでしたね。あ、今までのラーメンチャレンジ6キロ以下の部門では一番ハードやったかもしれん。ただね、味はめちゃくちゃうまくて、何よりねこのお店でしか味わえない感覚のラーメンだと思うんで、まあ、皆さんにもねぜひ大阪にお越しの際は体験してほしいですね。自分個人としてはやっぱり禁断ラーメンとあっさり系のラーメン、そしてね汁なし系とサイドメニューもろもろがね気になってるんで、次回訪問時に注文してみたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。また良ければ次回もよろしくお願いいたします。さようなら。